Hey guys! たまくんのこと。まず最初に、私ものすごいいっぱい自分にコンプレックスっていうのはあるんですけど、その中の一つで肌がそんなに白くないっていうのがあるんですよ。私兄弟が5人いるんですけど、お姉ちゃんが上に3人、お兄ちゃんが上に1人で、一番私下で、みんなすごいブルーベースの肌でめちゃくちゃ白いんですよ。でもね、私だけ黒いんですよ。なんでかわかんないけど、普通は出てる部分、顔とか結構焼けたりするし、腕とかそういう部分が黒くて、服で隠れてる部分とかがすごく白いと思うんですけど、なんでかわかんないけど、私は服で隠れてる部分が結構黒くて、顔がもっととも白い。で、そんな時にたまたまよく見てる有名な女性 YouTuber さんがボディケア商品、ボディスクラブとかボディローションとか、まあそういうボディケア商品を紹介してたんですよ、動画で。で、その結果がすごい良くて、その人白くなってたの。ものすごい白くなってたの。本当に加工なのって思うぐらいめちゃくちゃ白くなってて、で、まあ私はそれで、私ももしかしたら白くなれるかなみたいな思って買ったんですね。で、それが少し前に届いたので、まあ、とりあえず1週間やってみて、それでどのくらい肌の色が変わるのかっていうのを調査していきたいと思います。あ、その前にちょっとごめんね、なかなか商品に行けなくて申し訳ないんだけど、これが届いた時の箱があって、それがね、めちゃくちゃ可愛かったんで、ちょっと先にそれを紹介します。これなんですけど、今ね、ネイル用品をとかをちょっと入れるボックスとして使っちゃってるんだけど、可愛くない？これね、もともと商品が入ってた時がね、一番可愛かった。で、もうちゃんとバッチリ写真撮ってるから、ちょっと写真を見てください。この辺に、多分この辺に写る。こんな感じで、めっちゃね、カラフルでしょ。ちょっと紹介する前に先に見せちゃったんだけど、バーって入った、めちゃくちゃカラフルでしょ。で、一個一個がね、プチプチにめっちゃ囲まれてて、囲まれてる、包まれてるから安全で、全然綺麗なそのままの状態で届きました。こんな感じ。はい、じゃあ商品いきましょう。まず最初はボディスクラブ。これは、まあ、体を綺麗に洗ったりするやつです。これがね、匂いがね、めっちゃくちゃいい匂いがする。ほんまに、めちゃくちゃ匂い嗅いでほしい。届いてー。匂いがね、何やったかな、フルーツのね、匂いなの。ポメグラナード、ポメグラナードの匂い。うち行くフルーツの動画の時に食べたけど、あの赤いプチプチのやつね、グミみたいなやつ、あれの匂いなんやって。あれ食べる時はね、全然そんな匂いとか特にしなかったんやけど、こうやって嗅いでみたら、あれこんないい匂いやったっけみたいな。多分ね、あのフルーツよりもいい匂いがします。はい、次がシャワースクラブ。シャワースクラブです。めっちゃ可愛いでしょこれ。これね、ほら、わかるかな、中にね、赤と青の粒々が入ってるんですよ。超可愛い、ジュースみたい、部屋に飾るやつみたいな、インスタ映えしそうな感じだよね。で、これが匂いがマンゴー、マンガ、マンガですね、インドネシア語だったらマンガ。すごい優しい香りがする、甘くて優しい香り。これもスクラブ、すごいね、全部スクラブなんだよこれ。もう一個がこれ、これも可愛いね、ブルーのやつ。これもね、つぶつぶ、多分このつぶつぶがスクラブなんだと思うんやけど、これが匂いがチュチュンバー、チュチュンバー、チュチュンバーって何だったっけ、チュチュンバー、チュチュンバー、チュ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 ンバー、匂い嗅いだら分かるかな。あ、分かった、キュウリや、キューカンバー。あ、なるほどね、キュウリです。これすごくない、匂い嗅いで分かるって、すっごいキュウリだから、匂い嗅いで分かるぐらいものすごいキュウリです、これ。うん、もうキュウリ、もうキュウリが入ってるんですかってぐらいキュウリ。もうこんなんしてもね、分かんないよね。でも本当にキュウリの匂いがするの。これシャワースクラブだけ3種類入ってるんですよ。で、これはポメグラナードですね。最初のボディスクラブと同じ香りのやつです。紫色。だから、ボディスクラブは、この3つ。マンゴー、キュウリ、で、ポメグラナードの3つの香りがするボディスクラブが入ってました。そして、最後が、これ。ボディローション。洗い終わった後、保湿で化粧水みたいに体に
こう乾燥しないようにするために塗るやつですね。そしてこのボディローションはバカラルージュ540っていう、まあ有名な香水があるんですけど、それにすごく似てるんです、匂いが。それが結構買った理由の一つでもあるんですけど、まあ、とにかくめちゃくちゃいい匂いがします、これは。っていう感じで、まあざっくりとしかまだ説明してないんですけど、とりあえずねこんな感じの商品が入ってました。じゃあ早速今から、まあ、初日ですね、初日1回目のボディケアをしていきたいと思います。はい、お風呂場にやってきました。そして初日使いたいのがこのボディスクラブ、そして漫画の香りがするこのシャワースクラブですね、これとこれを使っていきます。まず最初ボディスクラブからつけていきます。体は全然普通のお風呂の時と一緒で、体が濡れた状態からスタートして大丈夫です。そして今回は、まあ、できるだけ黒い部分、この首の部分がやっぱり日に当たって黒いので、この首のラインと、ね、あとは腕ですね、こういう腕とかで色の違いを調べていきたいと思います。はい、じゃあまずは普通にジャーって濡らして、そしてこのボディスクラブね、こいつを使う。うん、おおほほ、超もちもちで、この辺とか、おお結構ねスクラブがありますよ。あ、伸びるね、ほら伸びる。あ、超ね、もうこれね、ここくる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 しとった、めっちゃこのめっちゃいい匂いがふわーんってしてきますね。そもそもスクラブってなんやみたいな思ってる人もいるかもしれんけど、まあ、スクラブっていうのはつぶつぶで、まあ、ジャリジャリしたこう固形のこのクリームの中に入ってるんですよ。でそれが硬いから、普通のボディーソープとかよりも、なんだろう、清掃する力が強いんですよ。毛穴の中まで綺麗に取るみたいなね、汚れを取ってくれるんですよ。でこれ結構ね、なんか量が少なく見えたんだけど、こうちょっと取ったらスーってめっちゃ伸びるから、結構持つと思う。すごいね、気持ちいい、なんかつぶつぶが入ってるから、なんかこうかゆいところをずっとかかれてるような、なんかそんな感じ。これから夏で半袖とかさ、めっちゃ着るから、こういう手の甲とかノースリーブとか着たら普通にこの辺まで出るから、白くなれー、白くなれ白くなって、よし。そしたら一回流します。よし、そしたら次はこれね、シャワースクラブ。このシャワースクラブも同じように、これもね体洗うやつだから同じように使っていきます。こんな感じです。あ、もうすでにね結構つぶつぶが入ってる。わあ、いいなあ、いいな、うちこれめっちゃ好きやな、この匂い。あ、めちゃくちゃ好きやな、うちこれすっごい好き。いいねこれ、なんかお風呂上がった後もずっとこの匂いで痛いみたいな感じで。これはさっきのボディスクラブのやつと違って、ほんまに普通のボディソープみたい。なんかスクラブも入ってるんやけど、さっきのやつに比べたら少なめで、めちゃくちゃ伸びがいい。普通にこうサラサラって飲めます。すごいスクラブで擦りまくってるって感じじゃない。あ、いい、これはいい。普通になんか汚れとかめっちゃこの子もすごく落としてくれるんやけど、そんなんなくても使いたい。この香りだけでなんか十分や、ほんまにめっちゃいい、超いい匂いよ、ほんまに好き、これ、好き。ほい、体を拭いて外でまた会いましょう。はい、戻ってきました。今どんな感じかっていうと、めっちゃ何やろ、しっとりしてます。乾燥肌なんですけど、私乾燥肌の人やったら分かると思うけど、お風呂上がった時にすごい急にもう体の水分が飛んじゃって、めちゃくちゃ乾燥してこう痒くなったりとか粉吹いたりとかする時があるんですけど、ものすごくこれは何やろ、しっとりしてて全然そんな痒くなるとかはなかったです。じゃあ早速、ボディローションねつけていきたいと思います。
本当はね、出たら本当にこんな喋ってないですぐにパーってつけた方がいいんですよ、これ。そうそう、これね、これはついてるよ。これはね、捨てずにみんな取っておこうね。ほら、カバンとかにこのノズルをストップする、ロックするやつがあったら、カバン入れても壊れたりとかしないけど、でもこれね、ロックがなかったら持っていけないから、このロックのやつをあれこれね、これはなくさないようにみんな取っておきましょうね、大事。じゃあ使っていきます。色がね、ついてるね、ラベンダーみたいな、めちゃくちゃいいよ。そしてこのボディーローションもそうだし、シャワースクラブとかボディースクラブとかにグルタチオンっていう成分のやつと、まあ、ビタミン E ですね、それがすごい入ってるんよ。まあそれが結局その美白につながる成分みたいな感じなんですけど、そのね、ビタミン A とグルタチオンはなぜすごいかっていうちょっとオタク的な説明をしていくと、私ね、そういうの調べるのが好きなんですよ。そのグルタチオンっていうやつにはアミノ酸がね、3つ入っとるんよ。でアミノ酸って言ったら結構髪の毛にいいイメージがあるじゃん。アミノ酸シャンプーとか、こう栄養をとにかく上げるアミノ酸っていう成分がね、髪のイメージがあるんですけど、あれはね、肌にもいいんですよ。でそのグルタチオンにはアミノ酸が3種類入っとって、そもそも肌の水分が 60% かな、 60% が水分で 20% がアミノ酸なんですよ。だから結局水分以外のそのアミノ酸 20% っていう部分のアミノ酸がめちゃくちゃ入ってるから、潤いがねめっちゃ、だからそれでしっとりしとるん、この上がった後とかもめっちゃしっとりしてるの、そのアミノ酸が入ってるグルタチオンとかの効果が大きいと。そしてもう一つビタミン E ね。 E はあのアンチエイジング、アンチエイジングビタミンっていう別のお名前があるぐらいアンチエイジングに効くんよ。気持ちいいまあなぜならほとんどこう見た目に出るそういうフケみたいなのはその活性酸素が原因なんですよ。でまあその原因っていうのはいろいろね、ストレスが溜まっただけで活性酸素ってできるし、まあ要するに体が酸化しちゃうん、酸化しちゃうんやけど、結局そのビタミン A がなぜアンチエイジングビタミンって言われてるかというと、その活性酸素を予防するみたいな、だから予防するイコール老けない、老けを遅らせるみたいなってことは若返りにつながります。なんでアンチエイジングビタミンって言われてるんです。ちょっとねめっちゃ早口になっちゃったけど、それとそれが入ってるからいいんですよ。はい、じゃあまず腕の状態です。腕はこんな感じの色ですね。そして首がこんな感じで、また1週間後もね同じ感じにして、色の違いをビフォーアフターで見ます。はい、っていう感じで初日は、まあ、こんな感じでした。またね1週間後楽しみにしててください。それまでの経過も一応撮ります。はい、そして7日目です。なんか今日起きた時からめちゃくちゃ顔がむくんでるから、本当はあんまりなんか撮りたくないなって思ったんだけど撮っていきます。初日は普通に全身洗っちゃったんですけど、2日目からよく考えたら片腕だけとかでやった方が分かりやすいかなと思って、右腕を綺麗に洗って、左腕はあの元々自分が普通にやってるやり方でやりました。1日目から7日目までを全部写真でまとめてるので、それを見ながら説明していきたいと思います。はい、こんな感じです。どうですか？写真見たら結構びっくりしますよね。変化が分かりやすいように1日目と4日目と7日目でまとめてみました。まずこれ1日目が何もしてない状態です。洗ってない状態ですね。そして4日目がこの時は気づかなかったんですけど、結構白くなってますね。比べてみたら透明感が出てて、皮膚の中が透けて見えるというか、すごく綺麗になってるのが分かります。そして7日目はもうグググッとトーンが上がってすごく白くなってますね。で毛穴の汚れが取れて、毛穴がキュッてしまって肌全体もすごく綺麗に見える、すごいいい結果になったと思います。やばいねこれ、右白、ほらほら顔と同じ色だよ、顔と同じ色。うちこんな黒かったかな、黒かったのよ多分、黒かったの。これすごいね、この絵すごいね、なんかの広告みたい。へえ、やばいでしょ。もう個人的には大当たりです。初めてインドネシアのスキンケアグッズ買ったんでどうかなと思ったんですけど、
全然こっちの方がいい、日本のやつよりも全然効果がしっかり出たので、もう大満足ですね。はい、っていう感じでいかがだったでしょうか。皆さんもぜひこのスカーレットさんのボディケアグッズ使ってみてください。もう一回、ぜひ皆さんもこのスカーレットさんの商品を使ってみてください。めっちゃ飛んだ。